カプコン、シンプレゴンスタジオ、リエンジン、よしやるぞ。レオンズ・ケネディメインストーリーレオン編をプレイします。メインストーリークレア編をプレイします。2つあるのか、レオンとクレア、どっちの方がいいんだろう。でも FF じゃない、バイオ4の主人公はあれだよ、レオンだよね。じゃあレオンやろうかな、せっかくだし、上にあるし。よし、じゃあせっかくなので、俺はレオン編をやっていくぜ。ゲームモード選択、標準的なモード、アシステッド、アクションが苦手な人のモードです。シリーズマニア、アシステッド、ほー、いくぜ。ゲーム実況、バイオリメイク2、ナウラウディング、ロードしているぞ。さあ来るぜ、ドキドキするぜ。来た、見たんだよこの目で。何これ、汚ねえハンバーグ、ハンバーガーかこれ、なんかグロいハンバーガー。あ、でもうまそう。パブから帰る途中に、あ、何それ、赤い洗面器とかかぶってそう。めちゃくちゃリアルだな、ガチガチ食う、めっちゃ煽るやん。いや怖くない、女来るんじゃないこれ。え、腐ってるようだった、ゾンビじゃん、ゾンビ、やべえよ、やばいやばい、神さんみたいな。笑えねえぜ。なんか古いタイプのラジオだな。おひげがもっしゃもしゃ、このおひげ触り、あ、やばい、電波が、え、やばくない、やばいぞ。なんだよ、いいとこだったのに。確かにオチが気になるこれ。あとで録画、わー、コントローラーが震えるよ、震えるぞ、ハートもろ、も求めるほどヒート、違うわ。あ、全くオチが聞けなかったぜ、畜生。あ、やばいやばいやばい、女、うわー、やっちまったわ、やばい、すごい山おかりみたいな髪になってる、やばいやばい、やっちまったなこれ。あ、しかもこれはウェイクアップ、ウェイクアップ、ウェイクアップするやつだぞこれ、多分これ、おい大丈夫かみたいな、やったら終わるぞ。血の量がえぐい、いっぱい出てる、いっぱい出てる。いや終わったな、人生終わったぜ。道路交通法をなめちゃいけない。そんないやー、まあでも飛び出てきてからな、やっちまった。いやこれどうするんだろう、ちゃんと警察に報告するんだろうか、逃げちまえばバレねえだろうかみたいな思考。おお、おつるつる、思ってたよりおつるつる。ちょっと後ろ後ろ、志村後ろ、お前ヒゲに対しての上のおつるつる、これ絶対狙ってたでしょ。起き上がっとったぞ。あ、これレオンか、レオンタソー、レオンタソーも女の人引いたりする、大丈夫、これ若い頃のレオンなのかな、4の時よりは昔のレオンってことなのかね。ガソスタ、これ前にセルフ、なんか時代背景的にセルフがのガソリンスタンドは流行ってるんだろうか。あ、セルフっぽいな、なんかおしゃれなコートみたいなやつ着てる。イケメソウ、ワーニング、なんか危険だよって書かれてるやつ。あ、本当にセルフだ。あ、誰もいないからやってんのか、別にセルフというわけではないのね。モゾリ、気味が悪いな。あ、やばい、不穏な音したぞ、これやばくない。やばいぜ。え、ていうかガソリン勝手に入れて、うわ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 、あの血をさ、血の上を歩いちゃった時の足跡になるやつ、感じがリアルすぎて、うわ動ける、周囲を探索する、カメラ操作動かせる、警察じゃん、ポリスメン、もしもしポリスメン、歩く、歩ける、はい、走るのは、あ、押し込みだっけ、押し込みで走るは L3 押し込み、走んないんだがこいつ、今は走る気分ではないのかもしれん。開けていいのか、プッシュ大丈夫、プッシュプラプラ、ムッシュムラムラ、おい、なんか後ろかいないのか、いないのか、これ大丈夫かマジで。うわやべえぞこれ、てか声優森久保さん、なんなんだ、かっこいいな声。あ、ライト手に入れたぞ、いいぞこれ、店内を探る、
もうゾンビの声がするんですけど。え、メガネ売ってるタイプの店だ。え、すげえ、ガソスタってこんなに売ってんだもの。すげえ、日用雑貨とか売ってる。あ、じゃあちょっと待って、ここ怖いから、ちょっと音から目を背けていいですか。いましたね。あの人まだ生きてるタイプだ。うわー、アメリカ特有の原色しかない飲み物。大丈夫か？大丈夫か？大丈夫？あ、いオッケー？ダメそう。結構ダメそう。何？動かないで。すぐに戻る。なんで指さすん？俺に行けって言ってんのこれ。なんか口を聞けや。しかも指さした割に、え、これ絶対やばくね？いや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 、瓶の散乱がえぐい。やべえ、俺コンビニのバイトしたことないからこの裏入るの初めてだ。生まれて初め、怖い。お前、生まれて初めてのコンビニの裏がこんな経験で残念です。やばくね？毛破れ、毛破れ、ふん。やばくない、やばくない、絶対やばくない。見えない、見えない、やばい。あ、警察官下がってる。本当？絶対大丈夫じゃない、タイプ大丈夫じゃないと。ああ、やばい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 。うわうわうわ、え、首から、うえ、何を噛んだのそれ。タンか、人のタンじゃん、えぐい。止まれ、ちょっと撃つぞ。え、ま、撃てんの。バーンバーン、よし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 、止まれ撃つぞ。止まれ撃つぞ、よし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 、はい、やりました。クソ雑魚なめくじ、またから出とる、またから。おびただ、あ、ちょっと待って、この状況はまずいのでは。まだ生きとんの、生きとんの、やったか。わー、生きてるよ。ちょ、待って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 、ドン。え、しぶとさえぐくない。え、なんで死なないの。まだ生きてる、やったか、やったわ。ほんと？怖い怖い怖い、やったわ。あぶねえ。うわー、セクシー。あ、鍵がある。鍵、これ取っといた方がいい。使い込まれた鍵、使い込まれてない鍵がこの世にあるのか。アイテムを確認する、三角ボタン。マチルダ、何それ、かわいい。マチルダ、相棒の、相棒って呼んでそう、マチルダのこと。エッチだ。この事務所いいな。でも今セクハラとか言われちゃうからね。ピッツァがいっぱいある。わ、怖いんだけど。もうキュリキュリ音が怖い。ピストルあってよかった。これピストルなかったら終わりだよ。これなんか急な方向転換したいんだけど、後ろにグンって、ま、曲がるやつ。大丈夫か。あの倒れてた人やばいんじゃない。キーアイテムを使う。あ、これか。鍵などのキーアイテムはギミックを調べた時にアイテムコマンドから使うことができる。 OK、 鍵で使う。開いたぜ。これ回して抜くタイプだな。これ大丈夫？ちょ、なんかピストルの弾足りてる？これ大丈夫？開ける？開ける？開けるよ。開けた、開けたよ。戻ってきたよ。あー、終わったわ。お前まだもうアウト。あー、あ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 、いっぱいいる。ちょっと待って、それは聞いてない、それは聞いてない。あと2発しかないんだけど。これやばいんだが。ちょ、待って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 、ブリ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 なんとか。あ、これクレアちゃん？礼を言うのはまだ早く。君クレアちゃんかな？なのこれ。やべえ、多すぎ。多すぎれんぞ。やばいやばいやばい。口のあたりの筋がえぐい。え、これ何？戦うの？わ、後ろからも。前門の虎、後門の虎、後門の虎って。パンツが虎柄そう。乗って逃げろ逃げろ。捕まってろ。捕まってろ。いっけ。やーば。あ、かっこいい。バックと、そう、あのアクセルをキュッて入れる時のムーブかっこいいよね。え、こんなに集合住宅地なの？これやばいんだけど。やっばい、集まってたんだけど。何？町内会で待った？何が起きてるの？わかんねえよ。わからない。署に行けば何かわかるかも。署に行けば。知り合いなの？あなた警官？あ、知り合いだ。知り合いじゃないわ。君は？クレア。クレア。クレア・レッドフィールド。レッドフィールド。レッドフィールドだから赤い服着てんの？この町の人？
いいえ、兄を探してるの。兄？妹なんだ。とにかく出会えてよかった。大丈夫？その警官先一体どうなるか。なんか最ラスボス手前あたりでお前の兄ちゃん出てこない。大丈夫？ああ、これアンブレーラーだ。アンブレーラーだ。知ってる？これお、オープニングかな。カプコンプレゼンツ。お、カメラがぐるぐる回りよるで。あ、なにこれ、おしゃれ、おしゃれオープニング。あれ作った監督気持ちよくなってんだろうな。パーキング、あ、ぐるぐる回るタイプですね。これも鏡だぞ、みんな気をつけろ。これか、あ、違いました。エグジットダウンタウン、ダウンタウンじゃんこれ。おい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 、違う。なんで自由の女神的ななんぞやかが血に。え、なにこれ、今の人、何、人か何か。やば、荒廃してる。なんで荒廃してる街って必ずバスが横たわるんだろうね、不思議。必ずバス横にしてない。しかもそこに誰かが籠城しようとして最終的に負けてない。うわ、光がおしゃれ。バイオハザード RE2222 やっていきたいと思います。どうも、マオと申します。よろしくお願いいたします。市民の皆さん、はい、大規模な暴動が発生した。大規模な暴動が、警察署へ避難することをお勧めするの？そんなことある？うん、無料？マジで？行かなきゃ。なんか金曜日のあのソフトバンクのサービスに群がる人みたいになる。本当？署に行くのか。そうね、でも生き残ってるのが私たちだけだって。少なくともあのアナウンスしてるおじさんは生きてるんじゃないの？きっといる。街中がもうパンデミック感出てるってことか。ザ・パンデミック。お、止ま、なんだここは。ここは車バチクソ止まってるが、こっから歩かないとダメだなになるやつ。歩くしかなさそうだ。うわー、マジか。こういう時って必ずキーを刺したまま、まあ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 、ここから歩くのはやめろ。ここから歩くのはやめよう。やめようよ。走るの間違い。おしゃれ。そうだな。びっくりした。やばいやばい、ちょっと一回、ね、あ、そう、一回バックして。なんで捕まえられちゃった。車ってそんなに馬力ないの。あ、もう一台来る。なこれ味方。あ、これあれか、オープニングのトラックおじちゃん。あ、トラックおじちゃんはまだゾンビ出ない。え、逆に降りたくなる感じ。やばいやばい、で、出て、お願い、逃げろ。おっちゃんが力尽きた。ギリギリセーフじゃない、アウトやんけ。あ、しかもタンクローリーじゃんこれ。ディオが持ってくるやつじゃん。爆発しちゃわない？大丈夫？レオン大丈夫か？クレアレオン、クレオン。あ、痛い。あ、でも突っ込んでもらったことによってゾンビは一回リセット。え、嘘、クレア？嘘だろ。あー、やばい。あー、うわ、今の、あ、その背中のぶつけ方は映画によっては気を失わねえ、強え。なんだこの弾力。え、火の海なんだが。クレア大丈夫か。クレアは、あ、クレア、あ、し、え、死んじゃうの。あ、生きてた。あなたは、あ、ここで分断されちゃったのか。なるほどね。ここは危険だ。逃げる。会える、大丈夫？分かった。君とまた会える。これはやばい。警察署はどっち？一体どうなってる？ちょ、これやばいよ。警察署どっち？やばい、ゾンビーズなんだけど。やばい。マイケル&ジャクソン。多分まあこっち進もうとしてたらこっちでしょ。もうこれピストル撃ってたらもう弾がキリがない。お前仁王立ちやめろ。やめて。危ない。え、あの人生きてる？生きてないわ。ダメだ。うわわわわわ、これやばい。閉じ込め。やばい。え、どっち？あっちか。あっちに道がある。やばい、これ車ってか車の上に行け。お前の身体能力絶対車の上行けるだろう。怖い。ピストルの弾がね全然ないの。何ここ。わあ、住民みんな行ってる。ちょ、後ろやばくない。あ、大丈夫だ。危ねえ。やばい、視点を後ろに動かす能力に長けてるかもしれない俺。よかった。早くね。警察署地形。危ない、パリンパリンポリンって聞こえる。わわわわ、ゾンビーズ。わ、お前
うわっつってる、やばいやばい、うわ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 、ちょ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 、あ、やばい、不可避感ある、やめて、危ない危ない危ない、あ、お前もお前も、うーじゃない、あ、逃げろ、閉じよう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 、こいつらバカだから入ってこれない、閉じ込め、え、お、待って、君クレアと合流するって言ってたよね、あ、忘れちゃった感じかな、レオン君、レオン君は忘れちゃった感じかな、よし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 、今のところ順調な感じがする。警察署、これ体験版でやったやつだ、周囲を探索する、あれでも警察署の時ってこんな格好だっけ、誰かいないのか、誰かいるはず、なんか見た、あ、何これ、あ、弾弾弾弾弾だ、ハンドガンの弾、よし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 、これ、あ、置き換えじゃない、あ、死者の町へようこそ、おいおいおい、死者の町言うてますが、これはこれなんだ、あ、セーブできる、セーブ、あ、でもオートセーブって言ってたよね、まあいいや、セーブしよう、カチャ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 トン、トトトトトトトン、保存しています、本体の電源を切らないでください、切らないよ、任して、めちゃくちゃ保存に時間かかる、よしよしよし、いいぞ、パソコン RPD、 これで、あ、これでやって分かるのか、あ、はいはいはい、まだ誰かいるはずだ、これ知ってるやつ、俺ちょっとここからエスパーエスパー伊藤になるわ、あそこに生きてるって気づいてね、あの右側行くんだよ、でこいつこいつ、あのアピールから、カメラにここだよって、これあげるよってあ、でもピストルでちゃんと撃って、てかさ、警察の、あー、なぜもっと早、もっと逃げないの、なぜもっと逃げないの、任せてくれ、いい、Windows95 ぐらいのパソコン。Window って書いてある、違う、Window は Window か。よし、とりあえず弾もらったから、行くか。よしよしよし。ちょっと、マップを開く。ちょっと待って、マップを開きたい。あ、これは倉庫か。マップを開くって何これ？あー、開けた。マップの活用。マップの、画面には地形や場所でなく、ギミックやアイテムの位置なども、へぇ、あ、タイプライター。じゃあ、セーブポイントも出るんだ。で、アイテムボックスがあって、救急スプレーがあるじゃん、え、嘘だ、どこだい、あった、救急スプレー、救急スプレー、説明しよう、え、体力を完全に回復する、紙か、このバッテンのさ、やつもっと増やしてよ、ちょっと待って、リロードしたいんだけど、はいはい、これでリロード中も満足、 Keep out、 外にいてね、大事にしてね、僕のこと、 Hey No、 うわー、そうだ、開かないんだ、ちょい開くの、なぜだ、うわ、グロいぞ、グロテスク版だぞこれ、うわー、でもここは確か出なかったはず、あれ出たっけ、ちょっと待って、記憶が曖昧、自分のことを信じられない、自分で自分のことを好きになれない、どうしよう、でもアイテムの場所がマップで出るのはすげえ便利だな、来たぞ、あれ、これ触るんだっけ、使うじゃない、あ、赤いやつをサコって刺したらこれ通じるんじゃないか、あ、なんか赤い何かが必要になるかもしれん、あれ、こんなのあったっけ、え、嘘だ、お前まさか体験版と違うみたいなことやってくるつもりか、お前それは卑怯だぞマジで、開かない、開かずの間だ、やべえ、あれ、こんなびちょびちょだっけ、ババ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 、嘘でしょ、あれ、体験版と一緒、これ、俺全然体験版の記憶が定かではないんだけど、やべえ、あれね、体験版の時ね、30分って聞いてたからね、もう、あの、大丈夫、あ、自分に自分、あ、かっこいいスニーカー、これあれじゃん、多分HG ない、リアルゲー、リアル、RG、レーザーラムを RG が使ってそう、あ、ここのスピーカーはあったわ、これ、どんだけ言い切った、あの、なんか肩に背負ってそう、これ。あ、これマップでアイテム。プレスルーム。これはハンドガンの弾。銃。君そんなに持ってるのかい？ヒュー！最高だぜ。10発までリロードできると。12まで入るんだ。これ何？非常用ボタン。あ、ライトか。あ、これ大統領演説的な。ごめんね、俺多分体験版ともしかすると、全く俺ね、同じ場面を俺に与えると、俺は同じことを言うということがね、統計で分かってるんですよ、実は。統計取りました。ホールド。ホールドしないといけない。待って、ホールド。ふん！頑張れ。これさ、焦ってる時にさ、ホールド出たらやばいよね。これ、多分同じこと言ってるかもしれない。本当にごめん。あのね、ただ記憶はないの、全く。これ確かトイレにさ、あったよね。女子トイレ入っちゃうよ。ここにね、知ってる俺。あ、まるで達人。あれ？あれ？ここになんかなかったっけ？
ここにあの救急スプレーあったー2本も救急スプレーがあるよ。あ、これ待って、バツボタンで振り返る。あ、違うわ。あ、後ろを押しながらバツで急回転できる。うわ、これ気づいたのでかいわ。はい、急回転シュン。あ、うまっ。うわ、これ待って、俺まだ全世界でバイオのプレイヤーいるけど、あのチュートリアル出てないから、もしかすると俺しか気づいてないかもしれない。やべえ、先を行くものだ。トイレも見たから、次は警備室だね。警備室行こう。まだ出ないはず確か。なんてことだ、なんてことだい。あ、これはこれはそう、ピストルで撃って開かなかった。あ、来た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 、オッケーオッケーオッケー。これエグジットは、ここは開かない。よし、任せろ、待ってろ、今俺が開けてやるよ。でもその前にアイテムがないかだけ確認させて。ないね。開けてやるよ、助けてやる、今開ける。これてかさ、その方法で開くんだったら逆側からも開くんじゃないの。頼む、捕まれ。おいで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 、頑張れ頑張れ。君が死んじゃうのは知ってるけど頑張れ。そっちの手も、君死ぬんだろ。なんか、いやーいやー、しっかりしろ。ダメだダメだ、絶命しちゃう。わー、そんな、これ噛まれるだけでゾンビになるのやべえよな。なんで主人公たちは攻撃されてもゾンビにならないんだ、不思議だ。やばいやばいやばい、体当たる。でも体当たりしかしないんだな。とりあえず手帳もらっていこう。すまんな、お前の遺産大事にさせてもらうぜ。警察官の手帳、 Way out。 なんかいろいろはめます。あれ、なんかこんなんだったっけ。なんか体験だとちょっと違う、なんかもしかしてなんか絵が違う気がする。ライオンと草と羽みたいな。あ、これヒントになってんのか。でヒントがもしかすると体験版と変わってるかもしらん。ちょっと待って、これ逃げよう。でこっちから来んねん、知っとんねん。ふんふん、あ、ダメダメ、ちょっと待って、やめて。ボン、え、ボンスービー、ボンスービー、ボンスービー、やめて、危ない、危ない危ない。もうここもうここはもうやばい、もうルツボ、やつらのルツボでござる。ゆえに私は走るでござる。逃げるが勝ちってね。へへ、アベック、アベンジャーズやめろ、アベンジャーズやめろ。ちょ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 、危ない。よし、いった、おら、危ない危ない、逃げろ逃げ ろ。これはこれは、あー違う、あー、そんなことしてる暇はない。逃げろ逃げろ、急げ、ハリアップ。あー頑張れサスケ。あ、これ絶対サスケって言ったわ俺。こういう場面の時確実にサスケって言うわ。危ない危ない、オープニングに出てきそうな顔をする標準的なゾンビ。あー、ありがとう。任せろ。かっこよすぎる。うわ、グロい。でも何、中から出たの何、おはぎ、いっぱいおはぎが出たんだけど。痛そう。しばらくというのはどういうマービン、ブラナだ。マービン、レオン・ケネディ、覚えとこう。マービンね。もう一人警官がいた。でも、うん、死んじゃった。ダメだったよ。立て。立つ、わかりました。めっちゃ血ついてるから嫌ですみたいな、あのコミュ障みたいなことやってほしかった。お前は悪くない、レオン。優しい、かっこいいな、あのバッジ、警察バッジ。こうなった原因は、原因は一体何なんですか、何なんですか。分かってるのは、ここじゃ用心してないとこっちがやられちまうってことだ。そやねんな。先週から出勤のはずが待機命令が出て。あ、出勤、あ、同じリアクションしたわ確か。今いるだけで十分。これ意外と体験版やってる実況者の実況力試される説がある。警部補準備できました。ここから出る方法を探さないとな。そうだな、お前があったエリオットは俺全然解けなかったけど、この隠し通路を探していたようだ。下から下がってどっかに行きましょうと、めっちゃ血つきよるやん。あなたを病院に行きます。俺のことは気にするな。病院とか今機能してないでしょマジで。いいか、これは命令だ。お前は自分の身を守れ。レオン完全になんかいつの間にか着替えてない。俺が行けば、あ、今のタイミングで着替えたのか。僕は警察みたいな。お前に RPD かっこいい。ナイフだぜ。これはいいんだ。いや、俺の二の舞になるな。このナイフでこの人にとどめを刺す展開を僕は先読みしておきますよ。相手が警官だろうと決してためらうな。わかりました。殺すか逃げるか。でもマービンのこと撃てねえよ俺。いいな、どうしよう、マルチエンディングでマービンを撃つか否かのルートがあるかもしれない。痛いね痛いね、マービン、マービン、せめてね手当てしてあげたいけどね。
グリーンハーブを飲むと僕は元気になるんだよ。君もグリーンハーブを口にこうズズズズズと入れたら、コンバットナイフ、ステータス画面で装備して使用する耐久が、L1 構える、 L2 切る、敵に L1 で反撃ができると。はい、了解しました。 L1 で構えて、シュシュシュ、よし、いいぞ。サブウェポンは R1 ね、 R1 でシュね、 OK で、 R2 はこれね、はい、完璧。これここにメダルをはめるんでしょ多分。でなんかヒントが分かりやすくなってて、上になんかあったよね、3つのメダルを集める、めっちゃ教えてくれる。だからこれが多分ライオンさんのあの盾だから、アイテムどうやって見んだ、アイテム、アイテム、コンディションと回復、ファイン、コーション、デンジャー、 OK で R1 でこれだ、これを見よう。でこれはライオンだから、左からライオン、草取り、よし、ライオン、草取り、ライオン、ライオン、ライオン、草、草、草、鳥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 、来たわー。謎解きの達人、ライオンのメダル。ちょっと待って、これもう持ち物がパン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 なんだけど、大丈夫これ、これ大丈夫かマジで。え、持ち物がもうリミットブレイカーなんだけど。じゃあこれ先進むか、どうしよう。体験版のところまでたどり着いたということで、じゃあこっからあの頑張って更新をしていきますので、あ、ここもはめていいのかな、メダル、メダルはめとこう。よし、来た、うわー、一段階解放みたいな。エリオットは正しかった、正しかったね、エリオット君。でもまだ通路は空いてない、まだちょっとね、俺全然体験版クリアもできてなかったからね、ちょっと行っていきたいと思います。それでは、今後とも何卒よろしくお願いします。ナイフをスパッとやったところで、それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。